金子茂寺4月20日から1981年2月19日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。長野県出身。長野中学校を経て、1914年12月海軍兵学校を卒業し、1915年12月海軍将尉に任官。海軍水雷学校高等科で学ぶ。 また海軍通信学校高等科学生を優等で卒業。第三戦隊司令部付検参謀、岩手分隊長、夕張通信長などを歴任し、1926年11月、海軍大学校を卒業。1926年12月、海軍少佐に昇進し、第二艦隊参謀に就任。軍令部出資権海軍省出資を経て、 1928年2月、海軍省副官権解消秘書官となり岡田圭介、海軍大臣に仕えた。1930年6月、イギリス駐在となり、同年12月、在英国大使館副部官補佐官県管制本部、造兵監督官に就任。1931年12月、海軍中佐に進級し、翌年帰国。 1932年10月、軍令部出資となり、第5戦隊、第6戦隊の各参謀、軍令部部員県海大教官県参謀本部員などを歴任し、1935年11月、海軍大佐に昇進した。1937年11月、多摩艦長に就任。以後、軍令部課長兼大本営海軍通信部課長。 第3図開始艦隊参謀長、人太を方面特別根拠地帯司令官、軍令部出資などを経て、1941年7月、軍令部第4部長兼、大本営海軍通信部部長に就任。同年10月、海軍少将に進級し太平洋戦争を迎えた。1943年1月、連合艦隊司令部付けとなり、第1連合通信隊司令官、 軍令部出資、佐世保鎮次府参謀長、県補給長を歴任。1945年1月、鎮太を方面特別根拠地帯司令官に就任し、同年5月、海軍中将に進み終戦を迎えた。1946年5月、予備役に編入された。妻幸子は、百武三郎海軍大将の長女。ありがとうございます。